ップのプップップ。皆さんこんばんは、まいです。みおんです。2人合わせてチェリップで す。さあ6月20日チェリップのブブブ始まりました。始まりました。この番組は休日のひとときをあなたとチェリップでプププッと過ごす番組です。いやちょっと今なんでみおん黙っちゃったか言っていいですか。まいが始まりますって言ってあの BGM が始まったら、うん、すごい必死にみおん20日って何て読むっけだって怖いじゃん。行ってきて20日20日って言って行ったらあのすごい前をあの親目線で20日20日って応援しちゃったすごい応援しちゃった。正しい正しい。言えたね、うん、言えた。よかったよかった。いい、いいことですね。でもみおんが逆にとちってしまったって申し訳なさ。まあ、まあ、そんな今日のテーマはですね、うん、ガンバレー。今日心が通ってますな。いつも合ってんの？いつもなんか頑張れかよ。いや、うん、いつもなんか意味のわからんテーマと一言になるじゃないですか。今日はいい感じですね。まあまあ意味わからんでしょ、頑張れとか。いや、いろいろね、頑張れ。今日はね、いろいろ頑張らないといけないことがあるわけですよ。ね、ということで、うん、それは本編で話していきたいと思いますので、今日も最後までよろしくお願いします。表彰7年粉塵盛り上げ隊チェリッププレゼンツ月刊ガイナーレ始まりましたな、うん、私たちチェリップは、はい、昨年に引き続き、うん、ガイナーレ鳥取盛り上げ隊に任命をしていただいているわけでありますが、うん、なんとですねなかなか私たちも予定が合わず。そうだね、行けてないんですけど、うん、試合の方には。でもねミオも神戸に行ってるんですけど、うん、動画サイトにニュースをねガイナーレ影のニュースを全部アップしてくれてる人がいらっしゃってですね、それを見てチェックしたりなどしておりまして、でこの日行けそうだなという日がちょっと見えてきたので、うん、ちょっと先にそれをお知らせしたいと思います。 OK。 7月の5日がですね日曜日だね。日曜日なんとですねチュスナで開催ということで、うん、相手は町田ゼルビアさんなんですけど、ぜひちょっと米子であるんだからせっかくだからここはどうしても行きたいなと思っていて、そうだね、ホームだね、そう一生懸命今調整をしておりますので、うん、いつかちょっと皆さんと会えるのを楽しみにしつつちょっと頑張ろうかなと。絶対暑いね。思っております。そうだね、うん、久しぶりだからちょっとみんな水分とか持ってきて、ね、いつも一緒に見てくれてるんですけど、うん、あのチームのみんなもね、うん、なのでみんなで万全の対策をしていきたいと思います。でこちら3時がキックオフということで、うん、まあだいぶ日が後半落ちてくるかなと思うので、うん、まあまあまあという感じです。一番日が強い時間帯は超えて、まあ過ぎたかな、うん、っていう感じなので、うん、ちょっとでもこれからホームの試合多分何回も行く皆さんいらっしゃると思うんですけど、うん、ぜひ水分補給とかね結構帽子そう、うん、こうパーッと開いてて、うん、上にこうかけるものがないですからね、うん、スタジアムって結構暑いですので、あのなんていうのメインスタンドとかは一応屋根があるところもあるんですけど、うん、あの日の傾き方によって影の向きが変わったりとかしちゃって全然日に当たったりとかしますので、水分補給と日焼け対策もしながら、ね、そうそう、うん、ぜひ知ってほしいなと。やっぱ元気な応援は元気な体からですから ね、うん、そうですね、頑張ってほしいなとそちらの方も思いますが、これ今収録が6月の、うん、まあ、前半で実はあそうかそうだ、ね、なので今ね5月の5月じゃない6月の7日の J リーグのアンダー22の選抜との試合が終わった段階で撮ってるんですけど、うんうん、あの今年 J2 のライセンス取りませんって言ったじゃないですか、うんね、からはなんかね逆にやってやるっていう感じで調子がよく白星がこう続いてたんですけ ど、いいじゃない、ちょっとね最近は引き分け負け負け引き分けという感じで、ちょっとねやっぱり季節の変わり目でやっぱ変わるんだろうね、コンディションもちょっとね不調かなっていう感じがだからすごい、あそれもあるかもね、気が落ちすごいわーって上がってったから、うん、このままでも J2 いけないけどいけるんじゃないかっていう、うん、なんかこう期待感がすごいあった人が多いと思うので、うん、逆にねちょっと不安になってきちゃったなっていう感じもするんですけど、ね、
あとはね、スタジアムのね、うん、やっぱ集客動員がですね、うん、なかなかやっぱり上がらない J2 行かないということで、うん、なかなか厳しいみたいで。厳しいねそれは。毎回ね、去年とかはそれこそすごい私たちも、うんうんうん、ミオンがまだ大学に神戸行ってなかったので、ね、すごい行けてたので、うん、毎回2000人とかね、いたよね、多いと4000人とかもあったと思うんですけど、うん、でも今もう1000人くらいとか。なんで、なんでかな。いやだからやっぱり J2 に行けないんだったら、まあ、うん、まだいいかな、試合どうかなみたいな、うん、感じもあって、うん、ちょっと落ち込んでるところが、まあ、重なってるので、ね、やっぱり選手の人たちを見てくれる人が多くモチベーションになると思うし、気持ち的にね、そうそう、うん、いい意味でプレッシャーに、ね、なると思うんですよ。マユとかもステージとかでやっぱり人が多いと逆に、うんね、緊張は多いんだけど、うん、いいプレッシャーでできたりします。あるね、やっぱ人が多い方がいいね。何、どうですかその辺は。ちょ自分たちを重ねてみて、うん、人が多い方がいいね。別に少ないからダメっていうのないけど、うん、やっぱ多いと気持ちが張りますしね。そうだね、いい緊張が得られますしね。そうですね、ミオンが入ったからリピートして得られますし、いいんじゃないでしょうか。重なるところがあるのでやっぱり分かりますよ、うん、なんかね、そうそうそう、やっぱり味方が多いっていうのは、うんうんうん、すごいパワーになりますね、うん、声援も違うしね。そうそう、どんな人数でも同じ、うん、いつもと同じパフォーマンスをしようっていうのは変わらないんですけど、うん、気持ち的にかっこいいとこ見せようっていう気持ちが倍になるからね。そうだよね、なんかこういい意味でモチベーションどんどん上がってくるので、うん、そうそうそう、やっぱりこれは通ずるところがあるので、うん、もう自信を持ってみんな見に行きましょうって言いたいなと。行くべき、絶対面白いから、うん、しかもやっぱり何回も言うんですけど、地元に JA のサッカーチームがあるっていうことがまずすごいことだなって思うので、ね、うん、なかなかね、うんうん、しかもこんな鳥取からでも J リーグ行けるんだぜっていうのがなんか素敵だなっていつも思ってるので、うん、なんかなくしたくないですし、ぜひ足を運んでほしいなと思っております。で、うん、次の試合があ、でもこれアウェイになっちゃうのかな。28日はねアウェイだな、沖縄 FC 琉球さんとやって、だからしばらくねホームがね空いてて、で、うんうんうん、4月5日のチュスタということで、ほうほう、こうみんなの応援したい気持ちも高まってるんではないかなと思いますので、ぜひ一緒に応援できたらなと、パワーをくれたらなと思っております、うん、ということで爽やかに夏っぽい曲をね、ちょっと流したいなと思います。なんか選手の人たちとかこうシーブリーズ使ってるのかなとかちょっと思うね、これを聞くと。そうだそうだそうだと思うので、うん、みんな多分 CM とかで聞いたことあるかなと思うので、うん、ちょっとぜひこの曲聴いてください。ナオトインティアイムさんでいつかきっと。チェリップのプープープー。さあ爽やかでしたね。そうだね、頑張れじゃなくて今日のテーマ頑張ろうにしたのは、うんうんうん、なんかこう人事じゃなくてなんか自分の気持ち、自分っていう気持ちで自分のことっていう感じでちょっと応援したいなと思いまして、ね、うん、このテーマにしたんですが、まだ頑張ることがいっぱいあるのでメッセージを読んでいきましょう。はいはいはいラジオネーム DJ ドブです。はい、はい、ちゃんみおんちゃんこんばんは。こんばんは。先日すごいことがありましたね。ツイッターを見ていたら南米のチリの人がアンデュートロアをサウンドクラウドで聴いているというツイートがありました。あら、おー、チリップすげー、海外にもファンがいるんだと思いました。よく考えてみたら、うん、チリって地球の裏側なんですよね、うん、そんな遠くの人がチェリップの曲をいいと言ってくれている、これってすごくないですか。鳥取県のチェリップがチリの人に気に入ってもらえるんですよ、うん、チェリップすげー、素直にそう思いました、うん、でちょっと不思議に思ったので、僕がなんでこの曲知ってるんですかと質問したところ、この DJ ミックスで見つけたんだよとのこと。その DJ ミックスってその日朝僕がアップしたやつじゃないですか。びっくりですよもう。そしてその方は、その方は、うん、ドブさんの DJ ミックスを以前からチェックしているよ、うん、あなたのファンがチリにもいることを覚えておいてくださいというエモいツイートをくれました、うん、これは痺れましたね。泣けたわ。この勢いでガンガンいい DJ をしてチェリップを世界に発信していきます。 Yes。 思えば5年ぐらい前に誰も見てない DJ 配信をスタートして、今では数百人の人が見てくれるようになりました、うん、いろんなクラブでもスピンするようになりましたが、うんうん、僕のポリシーには変わらず、いい曲だけをかける、その曲が有名でなくてもいい曲ならスピンするです、うん、そしてここ2年必ずアシンメトリーをかけ続けました、うん、そして今回アンデュトロアがチリの人に見つかるという、前にミオンちゃんが言っていた
頑張っていれば伝わるものは必ずあるんですよ。だからまゆちゃんもみおんちゃんもチームチェリプのみんなもできることを頑張って伝えていってくれたら嬉しいなと思いました、うん、約束します。僕はこれからもチェリプをスピンし続けます。またすげえことをやって世間をあっと言わせましょうでしたでした。どうですか。いやすごいよね。でも地球の裏側でも、うん、この鳥取のねチェリップの曲が聴けてっていう感じが、ね、地球の裏側って日本の裏側ってこと。まあ日本の。えそうなんだ。ブラジルじゃないんだ。いやでも近いんじゃない。あそうなんだね。あそんな遠いのね。南米だから半分違うってことね。あそうそう、ね、すげえっていうところでもチェリップの曲が聴いて、これがね、うん、AKB さんだとか、うんうんうん、電波組さんとか世界に出てたりとか、うんうんうん、あと最近世界に出始めたガレットさんとかね、ほうほうほう、海外公演ちょっとしてきましたみたいなアイドルさんとかだったらまだわかるけど、うんうんうん、これが鳥取のチェリップっていうことになんか感動を覚えますね。すごいね。なんかなのでなんか無駄ではないっていう、今までやってきたことが、うん、そうだよ。しかもロブソンミックスでっていうね。そうそう、やばいね。運命となんかこう努力ってなんかあるなと、うん、パワーあるなって感じなので、ね、これからもみんな頑張っていきましょう。お願いします。はい、次のメッセージいきますか。はい、ラジオネームトランプジョーカーです。あこれすごいいっぱい書いてあって、まゆが、はい、チェンジ。これトラージュさんが書いてくれたんですけど、まゆちゃんみおんちゃんこんばんは。こんばんは。最近顔が真っ青になるニュースが飛び込んできて久々にメールを書いた次第です。そして難易度の高い話でごめんなさいってことでみおんがちょっと頑張っております、うん、読んで。さて突然ですが、うん、ライブの時もっぱらみおんちゃんがパソコンで編集して、うんうん、CDR に焼いて、うん、現場に持ち込みますよね、うん、まあみおんが作ってるんですよね、うんうんうん、そのライブの音源をね、うんうん、でそしてその CDR みおんちゃんのこだわりってあったりします。いつもどこのメーカーのしか買わないとか、まあ、それパパがね多分いい感じのやつを選んでそうだ、ね、みおんに与えているので、まあみおん的にはまあ、うん、パパがパパの信頼がありますからっていう感じだな、ね、でみおんパパに聞いた話だと、うん、去年の映画事変の時にはミオンパソでビクター製の CDR に焼いていたそうですが、ほうほう、あの音が流れないトラブルは、うん、をなんか見越してパパが他のマクセル製の CDR で作ったら、うんうんうん、あの流れなかった、逆に流れなくて、ほうほうほう、で結局ミオンが作ったやつを使ったり、うんうんうん、なんか相性もあるみたいで難しいんだよね、うん、CDR っていう相性とか困るな。でもそうだよね、うん、もし今起こってないからいいけど、もし持っていったやつが使えなかったら終わりって感じで、めっちゃ困るな。怖いよね、うん、でもしミオンちゃんがビクターの CDR ばっかりを使うなら大変なことになりました。というのもお二人は太陽誘電という会社を聞いたことはないでしょうか、うん、それがザッツというブランドを、うん、以下同文なんかね、その会社が CDR のね事業から撤退するらしいよ、うん、でつまりはビクター製の CDR が買えなくなるのが時間の問題となっているそうです、そうなんだ。やばいよね。でもそしたらいかんせんビクターの CDR は、ね、ビクターアドバンストメディアという会社の製品なんですが、その会社実は太陽誘導の系列企業なんだって。でその会社も撤退を発表したので、うん、太陽誘導電の CDR 生産終了、つまりビクターの CDR の生産、うんうん、終了が同じ意味だから、ミオンが今使っている、うん、比較的どこでも使えている CDR がもう使えない、やばいね。やばいじゃん。僕にどんな助言ができるかわからないですが、ついにドブさんはその CDR の買い置きに走り出したようです、うん、ほうほう、というメールを書いてたら、ミオンちゃんの愛用というソフトのディギオンサウンドもいつの間にか生産終了していたらしいです。へえ、難しいな。なんかね、確かにそれは困るなと思って、うん、それこそさっきメール書いてくれたドブさんとこのドブさん同一人物なんだけど、うんうんうん、よく DJ の CD を自分で焼いてるから、ね、うん、すごい困るよね。ミオンも困るし、ね、困るじゃん。どうすんの。え、違ういいやつを見つけなきゃいけないとか、見つけなきゃいけないんじゃない、困る。やばいね。儲かってただろうに。やばいよね、うん、困ったっていう感じ。困った、ね、本当に困ったっていう感じ、うん、しかもミオンの音楽編集のソフトももう終了し、ミオン古い人間になっていくな、どんどんなんか時の流れを感じるな。へ、やばやば、早いな。なんかそれをね、このソフト使ってるって言ったら、え、それで使
使ってるの作ってるの厳しいねって、逆にすごいねみたいなくらいなるくらいちょっと古い方なんだって。え、わかんない、ミオもどれくらいやってるか。どのぐらいかな。らしいので、うん、ミオも買い置きに走るか、うん、まあパパがあのパソコンに詳しいので、うんうんうん、まあどうにかなるかな、見つけてくれるでしょうという気持ちで、うん、これからも変わらずミオ音源を作ります。頑張ってください。頑張ります。では最後、はい、ラジオネームひばごんです。はい、マリさん、ミオさん、スタッフの皆様、こんばんは。こんばんは。リスナーのヒバゴンです。5月末の東京遠征お疲れ様でした。そしてありがとうございました。すぐにでも番組へのお便りを書こうとしていたのですが、いろいろやることが重なってしまい、気づけば今日このお便りを書いている今日、7月4日といえば、これ4月なんじゃない？ 7 月じゃない？ 4 月、え、わかんない。7月4日といえば、え、あ、6月4日、あ、そういうことか。6月4日といえば、そう、ミオンさんの誕生日。あらあら、ミオンさん19歳おめでとうございます。あと1年でお酒で乾杯できるようになりますし、選挙にも参加できますね、うんうん、この日の誕生花を調べてみたら、誕生花じゃない、誕生花誕生花を調べてみたら、うん、バラとかダマスクロー、ダマスクロー、え、ダマスクスローズとか、うん、ゴージャスですね。さて、東京でのライブですが、うん、自分は新木場のステージに伺いました、うん、場所以外何も下調べをせずに行ったのですが、ステージが全部で4つあって、うん、どこがチェリップさんのステージなのか分かりませんでした。全部のステージを回ったせい、ようやく案内図を見つけ、たどり着いたステージ前でチームチェリップの方がカメラをスタンバっておられるのを見つけて、ようやく着きました、うんうん、物販も物販の場所も確認し、安心してうっかり気を抜いていたら、前の出演した者とほとんど切れ間なくチェリップさんのステージが始まったので、ちょっと慌ててしまいました、うん、後で調べてみたところ、100組以上のアイドルさんが参加しておられたのですね。他のステージでも切れ間なくアイドルさんのパフォーマンスが行われているという、こう言ってよければアウェイ感したたう中、うん、しかも漂うかしかも15分という短い持ち時間の中で、それでもステージ前がホットになったのは、お二人のパフォーマンスが、うんうん、はもちろんですが、チームチェリップの方たちの応援の力大きかったと思います、うん、気温は30度と、30度もあったん、暑かったね、確かに、気温は30度と高かったですが、爽やかな潮風と明るい日差しの下でのお二人のパフォーマンス、曲目は少なめでしたけど、自分としてはなんだかとても満足感の高いステージでした、うん、前日の夜には自信もありましたが、不細な気持ちを吹き飛ばしてもらえるようなステージをありがとうございました。だってさ、不幸とかじゃない、不細って、不細って書いてある、不細な気持ち、あ、不細な気持ちね、うん、そうそう、いやいやいや、ありがとうございます、ありがとうございます。それこそね、まあいろいろ、まあ少なかったのは、まあ場所もありますけどね、自分たちのまだまだだなっていうのを感じました、うん、そうだよね。で、ミオンが次にかけるこの曲のアーティストさんは、もう誰が見てもすごい愛されるすごい素敵なアイドルさんで、こんなこのアイドルさんがやるってなったら、すごい多分人もすごい集まってくるんだろうなって感じ、なんかある意味目標だなって思うので、ぜひこの方の曲をかけさせてください。ねぎっこさんでニュートリのラブ。さあ頑張りましょう私たち、ええ、まずね、メッセージを読むのが読めない場所があって、あの、私たちの能力の問題で読めなくてもたついて曲をカットさせてしまうっていうのがもったいないので、まずそこから私たちは頑張りましょうっていう、現在進行形で頑張ろうとしている私たちのですね、サードシングルの発売が決定しました。おめでとうございます。おめでたいですな。あの、もちろん入る、あの、収録曲は、あの、最近発表した新曲のガールズミッドナイトとチェンジザパワーの2曲が入る予定ですので、うん、ぜひそちらチェックをお願いしたいと思います。出たら、まあ、保存用と聞く用と配る用で1人3枚くらいずつは、はい、3枚はいるよね、ちょっとノルマで、ぜひ買っていただけると嬉しいなと思います、うん、そしてそちらはまだね、発売日もっと後なんですけど、イベントは6月の28日の日曜日、琵琶湖アイドルコレクションと、ひぶくれ社長生誕祭、いつもお世話になっているリレー社長のお誕生日会が盛大に行われるということで、滋賀県に行きますので、ぜひ関西お近くの方はですね、いろんなアイドルさんも見れますし、チェリップもその中でこう自分たちらしさを出して頑張るので、見てほしいなと思います。詳しい情報はホームページなどをご覧くださいということで、今日は
それこそいっぱい喋って時間がないのでこの辺で寝ようと思います。 OK、 練習しておきます。それでは皆さんまた来週も聞いてください。せーの、おやすみなさい。まゆです。みおんです。さよわせてチェリップでした。バイバイ。